パスタは長持ちするからか。うん。これは2023年。3年持つ。うん。だからみんなパスタ買うの。シチューとかも買っとこうかな。うん。こういうのはね。こういうのも持つもんね。来年。 騒動が落ち着いてから購入をおすすめします。ない。極端に極端にない。ね、これだけ何？なんでも結構ないよね。安いのだけない。本当だ。<笑>俺の塩。俺の塩とかもない。結構焼きそばないね。うん。 3キロ。すごいね。798円。これ買えばよかったね。これあったら安心。しばらく。24時間パスタ生活。それ簡単じゃね？うん。3食。脱出するよ。今回はね、あのね。 なんと台風が24号。あれ？全然違う。19号でしょ。やばいよね。19号が。東京とかに直撃なので、しかもね、142年ぶり。大雨とか言ってた。大雨とか言ってたそうなので、今回ね、トピロード。なんかね、停滞時間が長いんだって。買っていきます。この前の15号は結構速度が速くて、バーって吹いたけど、速かったじゃん。速かった。今回は超長いんだって。長い間いるんだって。じゃあ学校が3連休だけど休みになる可能性もあり。いや、そこ喜んじゃいけないよ。災害は少ない方がいい。学校は行きなさい。市中薬。何市中力って。 市中薬。何市中力って。食べ物。非常食。非常食でしょ。何市中食って。じゃあ買いに行こう。なんか噂によるともうついに水とかがないんだって。見て、美味しそう。豆腐ハンバーグ。 9ヶ月の離乳食だけど。グラタンだよ。これよ。大好きな大好き。チョコもあるよ。ノアール。これにするわ。そっちにするの？あ、でもやっぱやめろ。違う。俺よりもね、体験してみたいけど、やっぱこれが一番なんだよね。でもこれ好きそう。チョコフレークだよ。 サクサクのやつ。いや、食べる。うん。薄っぺらい。こんな味しかない。ほら。あ、そういうこと？こんな味じゃない。いいじゃん。こんな。もう水ないよ。ない。ゼロだ。水ゼロ。 本当だ。まだ今日木曜日だけど。ないね。まさか1本もないとは。じゃあポカリとかでいいかな。しょうがない。あ、でも家に水あるんだ。お茶お茶か。麦茶とか。うん。こういうのは気持ちいいかと。うん。これ水？色パスがよくない？あ、これスパークリングだから炭酸だ。 水が止まるかもしれない。わかんないよ、それは。止まんないかもしれないし、もしすごいひどかったら、お水出なくなる。断水って言って水が出なくなっちゃう。そしたら飲むお水もなくなっちゃうんだよ、みんな。
パンもないよ。わあ、パンもない。やばいね。超熟。食パンないの？あ、冷凍できるからかな。そうだね。これやばくない？すごい。え、パン売れるんだね。どうしよう。パンはこれだね。いつもさ、電気使えなくなったらさ、お湯も沸かせないね。ああ、空っぽになっちゃった。ね。食べたいね、こういうのはあるんだね。で、こういうのも良くない？うん、いいよ。非常食何今日食べちゃおうか。非常食になんない。やつだったらいい。このまま食べれる。もう煮込んであるから。そっか。甘口にする？甘口の方がいいか。どっちでもいいよ。中辛でも。リミ、中辛食べれる？食べれる。ジャーマンドハーフだって。どれ？うわ、本当だ。辛いやつ。辛そう。辛いやつと普通のを混ぜると美味しい味なの。ねえ、ちょっとすごいスカスカじゃない？カップラーメンはやばいね。何にする？やばくない？みんなどんだけ辛いのしかない。なんか残ってるものがもう本当ね、やばいね。基本的に辛いのが、ね、辛いのが残ってるね。辛いのかちっちゃいやつ。うん、ゼロ。こうカップラーメン売り場。安いカップラーメン売り場だ。カップラーメンか。カップラーメン食べたい。すごい。ないんだって。激麺ワンタン麺。すごい。ワンタンが一麺。